い、それでは始めます。いや、後ろにいるだけだよ、キーパーなしでしょ、これ行け。俺も負けたもん。おい、あぶねえ、いきなし危なかったな。お、こういう感じか。いつく、これならいつくが生きるな。あ、かいくん、かいくん、うん、ぶつかる。お、ケイスケ、ケイスケ取れ、ケイスケ、予想だ。ああ、うん、そう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 、幼稚園で一番うまいんじゃない。あ、ケイスケとあともう一人シンくんっていうのがいて、向こう、シンくんは向こうのチームなんだけど、その二人が一番うまいよね。また入れられちゃったな。いや、相手が強いよ。相手ずるいよ。まあしゃあないよ。でもそういう問題じゃなくて、ドリブルができてないね、精神はね。この年代なんてみんなほら、みんなわちゃわちゃしてるじゃん。わちゃわちゃした中からドリブルでね、いけてないんだよね、蹴ってるだけでね。ほら、こっからケースとケとかがね、やっぱりドリブルで抜け出せなかったらチャンスは生まれないだろう。ウイト、ここね、カイ君も今ドリブルしてどんどん仕掛けなきゃいけないんだけど、まあ相手もガンガン当たってくるし、うまくいけてないんだよね、そういうのがね。あそこでさ、やっぱり横にかわさなきゃいけないんだよね。な、これいけ、いつくいけ、いつく、つく、いやわかるよ、これ言うと。
っぱドリブルするやできるやつがいないと試合には勝てない。また入った。入ってない。絶対負けるよ。もうこれはしゃあないよ。もう相手の方がうまいもん。相手の方がうまいから負けるんだよ。わかるか。言うと勝った2番絶対1年だよ。いや、岡部主将絶対にね、一度に言うと勝負したことあるあるよ、パパ、本当に。誰と2番いつ勝負したこといつ その相手は別にずるい技使ってるわけじゃない。相手の方が上手いっていうだけで。次のチームは準備をしてください。でもパパが見た FC85 のさ、カイ君の1個上のエースは2番より上手いよ。彼も4年長さんだったけど。マルバやってない。違う西東京の FC85 から来たの子。ユートはとりあえずカイ君見てりゃいいよ。で、こうした方がいいよってことは後で教えてあげて。言うと今ことやってるから早くにするよ。つまんないよ。え、なに、なんで。じゃあどうしたらいいの、教えてあげてよ。ゆうとはどうした方がいいと思う。でもあの2番の子うまいよ。めっちゃダブルタッチ使ってるもん。ゆうとぐらいの。ああ、そうだからうまいんだよ。あ、1年生なんだ。でも勝機もできるよ。昨日ケンスケも打ててたよ、あれぐらい。多分シンクも打てるよ。早いし。すごいね、もう4点か5点入れられてんね。こんな早いの絶対打ちるの。いや、だからトレーニングついてんだよ。ちなみにバディってめちゃめちゃ強いの、今やってるけど。今やってる相手が一番強い。一緒にやってるやつ。うん。ナイス、いつく。終了1分前です。終了1分前です。次のチームは準備をしてください。見たくないよ、こんな試合。早く帰ろ。早く帰ろうよ。なんでだよ。じゃあいいよ、帰ってて。カイ君頑張ってるぞ。さあせめて1点取ろう。ほら行って、ほらケイスケ最後。やーケイスケ、
はい、終了です。